かはいけないんですけど、 1K とか 1K は 1万いいねけど、そこまでいってないんですけど、3000とかやったかな、4000、3000くらいだと思うんですけど、それぐらいいいねをしてもらってありがとうございます。そうなんです。だから一旦一回あの1000いいねぐらいいって 1K ぐらいいけたらいいなと思います。よろしくお願いします。頑張りますね。マミちゃん TikTok 全部ダウンロードしてるやって、ありがとうありがとうございます。そうなん、知らなかった、やってみてよろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。黄色いドレスの見てる、あ、そうそう、黄色いドレスのやつ、あれはお話し会の時で、ね、一応美女と野獣の美女と野獣というかのベルを意識した服装です。はい、そうです。なので見てない方はよかったらいいねお願いします。ヤスエルさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。ここのハートが白い方はポチッとなしてピンク色にしてほしいです。よろしくお願いします。コウタの後ろからピョコッと出てくる動画好きやって、コウタの後ろからなんやろ、コウタの後ろからってなんやろ、あれかな、スリッペ、オーベンダマオフヨンハフィフェンフヨンハハハ、あやつですか、空中ウォークしてるやつですかね、なんやろコウタの撮ってるのはそれか、最上級にかわいいののやつ、あのユニバーで撮ったんですけど、あれはあれか、あとはチュチュの方いはははタタタチチ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 チ分からへん、あとは思いつかへん、何やろ、分からへん。あ、ティアンデイベイビーさん、三色団子ありがとう、いっぱいありがとうございます、ありがとう空中ボークガニ窓ペダ、そうやね、コウタンがガニ窓でやってた後ろから出てきた踊るやつって、え、後ろから出てきた踊るやつ、何や、白が出てきたドレッツ、何やっけな、何やろ、何や何や、え、待って、思いつかへん、見ときます、また見ときます。もうちょっとで100個、あ、9期のアカウントでコヨタンと、あ、え、もしかしてやけどあれですかね、何だっけな、あ、ひき肉です、ひき肉ですひき肉ですかなかなぐらい、え、かな、見ときますね。なみだ、 TikTok コメント見ますかって、あのコメントな、 TikTok にコメントできひんね、あみのところ、なんか中高校1年生になってからじゃないと TikTok のコメントを解除できなくって、だからツイッターに TikTok 上げましたっていうのをやってるから、皆さんそこにコメントしてくださいお願いします。そう、違うなって、あ、見ときます。じゃあ何かちょっと思いつかへん今、クータンドはね撮りまくってるから余計になんか思いつかないんですよ。はい、ハミタンやる声の後は配信できないんで、あ、そうそう、だからはい、公演が終わっ、公演中はやらないので、公演が終わってから7時45から8時ぐらいの15分ぐらいだけでもちょっとでもいいからできたらいいなと思ってます。あ、やっほー、そうです、だからできたらいいなと思ってます。
あやみちゃんが来ました。こんにちは、こんにちは、やっほーやっほー。ね、そうなんですよ、そうなんです。こんにちは、こんにちは。でね、新人は懸念 B 上位独占のために皆さん早めの花びら、ありがとう。そう、20時まで、そうなんです、21時59までイベントは続くけど、アミができる配信時間が20時00前なので、もうみんな20時00にしてほしい、同じ時間にしてほしいね。そう、ほんまに皆さんありがとうございます。でも1週間ほんまに朝早かったりね、もうずっとずっと配信次第にさ大変やのにさ、ちょばちょばちょばてんちゃんてんちゃん、お意味のない上着を着てます。なんで汚れ袖で汚れちゃうよ、袖が。そうなんだね、かわいいね、てんちゃん、ちゅまちゃん早くちゅまりたいよ。あとでちゅまれてないから、あみもや、ちむってないからなぁ。次はこよ、こよ、妖怪が来たよ、あみ、こよさんがやり、お願いしてた。妖怪は連れて行くので、ね、ありがとう。チムチムとコヨタンコヨタンはあのなんかもうずっと公演の時は追いかけてきます。いつも追いかけてきます。後でチムチムってきます、チムります。はい、ありがとう草。そう、あのだからよくね、てんちゃんに助けてもらって、あもうほんまにあのコヨタンにずっとずっと追いかけられて、逃げても逃げてもこうやってうぅってやって、あやばいやばい、今よく見た顔、うぅってやってこうめっちゃ全速力で追いかけてくるんですって。机とかで、机で間を挟んでもね、めちゃくちゃ速い速いスピードで追いかけてくるから、てんちゃんが捕まえてくれます、コヨタンのこと。そう、みんなショールームしーひんな、休憩一緒にやりたかったけど忙しいもんな、公演前は。でもメイク時間とかによってね、もうちょっとでメイクが来るとかやったら、あの微妙な時間に配信ができひんから。あ、達成おめでとうやって、あ、50万ポイント達成した、ありがとう、皆さんありがとうございます、ありがとう。ありがとう、ほんまにありがとうございます。じゃあ、アミのうちにもクマが来るんや。なんて名前にしよう、早すぎ考えんの。でもパンダでパンちゃんならクマやったらクーちゃんとかやばいな。名前のセンスがなさすぎて。こんにちは、こんにちは、皆さんほんまありがとうございます、ありがとう。ワンちゃんの友達できたねな、ありがとう。あのもう声が出ません。ありがとうございます、ありがとう、ほうほうほう、ありがとうございます、頑張ります、よかったね、ありがとう。クマさんね、来ますね、ミニクマ、ありがとう、皆さんありがとうございます、ありがとう。次は新人枠3位キープなりですね。そうですね、でもほんまにもう皆さんありがとうございます、うわあ、ありがとう。くまちゃんの名前をぜひ聞きたいですよって、またお家にくまさんがいらした時に名前、何、命名発表、なんていう名前紹介、なんていうんかな、全然わからないけど、名前を発表する、なん命名発表なんか変よな、なんやろ。その時にやります。はい、50万ポイント達成おめでとう、ありがとう、皆さんありがとうございます。ありがとう、食べられそうやな、命名式、あ、そうや、命名式か、そうやそうや、ありがとうございます、ありがとう。でもクマとパンダっていいですね、相性がね、命名発表ね、
めなんて言ってた、解明式なんて言っけ、命名式か、そうそう、やりますまた。パンちゃんの時どういう決め方やったっけな、普通の配信の時やったよな多分ね。なんやっけな、忘れちゃったけど、パンダのパンちゃんだから熊のクーちゃん、もうなんか決まってきてるな、かわいい、響きがかわいい、クーちゃんってなんかクマタン、クマタン、あ、でもクマタンはあかんわ、アミの筆箱の名前やから、クマで、筆箱をクマ使ってるんですけど、そのクマの筆箱の名前はクマタン。最近は友達にクマジロとかクマゴロとか、ね、呼ばれてるんで、あれなんですけど。あ、エアミちゃん始まった。たたー、横にいます。ちょっと距離感がありますね。離れてる。こんにちは。めいめいし、あ、めいめい羊じゃないで、でもクマさんやから。あ、名前はめいめい、めいめい式でめいめい。あ、かま、あ、くま、あくまたん、なんか怖い、怖いよ。でもハロウィンの時は良さそう、そういうの。筆箱に名前つけてるのかわいい、ありがとう。これは一緒にモバメやったかなって考えたんです。その髪型めっちゃいろんな候補があって、何やっけな、何があったっけな、クマジロ、クマジ、何だっけな、なんか忘れた、寒いって言った、そうそう。それで決めましたね。あ、プーさんとかもあった候補に、クマやから、クマやから珍しく昼配信です。お疲れた、お疲れた、あ、クマでイコール悪魔。面白い。遊びに行きたい。でも最近はクマタンでよりクマゴロって呼んでるからさ、クマゴロ、クマゴロって呼んでる。今日はイベントの中なので。なんかハマってるこれ、グッドね、グッドの間に自分が出るっていう。なんかちょっと変やな。クマゴロです、クマゴロさん、アミの、アミの筆箱の名前クマタンやけどクマゴロ。あ、だから一緒、カニさんでギョピオと一緒、カニさんでギョピオ。そう、あのな、充電器が伸ばされへんねんこれ今、だから動かれへんねん。隣行こうか思ったけど、この間間行こうか思ったけど、ちょっと充電器で、充電がねなくて今。にゃんにゃん、にゃんにゃん、やまちゃん、さくら、ありがとう。60万いったから、ありがとうございます。クマさんとアバターが習えたんですけど、10人でしたね。指紋認証いただきました。指紋認証なんや。なんや、あ、ちゃんと超えてる、ありがとう。でも2位でも一応。ありがとうございます。あのアバターも作れるんですよ。こんにちは、こんにちは。30万のアバターと2位のアバターと50万のクマさん、もうすぐ1年やから。ありがとうございます、こんにちは。それではちょっとそろそろ終わろうかな。でもな、もうちょっと続けようかな。あ、そう、あたかな、8時以降ができないから、その分ちょっと今やります。鶏そぼろと卵と海苔でした。はい、やります。今日はじゃーん。なんか今日は前髪を流してるので、全然雰囲気が違う。こうやって楽しんできて配信をしてます、ありがとう。でもアミは今日は公園出ないので、あ、4月7日に次出るレイニャの生誕でしたから、その時によかったら会いに来てください。よろしくお願いします。はい、よろしくね。ゲリラでもいいから、よりちょっとでも配信、うん、そうします。でも15分ぐらいかな、できても。よろしくお願いします。こんにちは。あ、あの、なんかそう、なんか、なんけ、あ、配信は生誕やから、ちょっと公演中はね、配信できなさそうなので、なので、よろしくお願いします。あ、お疲れた、お疲れた、やほほい、やほほい。やっほそう、アミはね、最近ね、ホワイトボードとコンディでも持ち歩くなりました。持ち歩きすぎよな。なんかね、
ちっちゃいのに変えたんですよ。だから持ち運びがめっちゃいい。あとお絵かきするから。こっちがさ寒い。ま、50万達成嬉しいな。ありがとう。アミのお絵かきクイズをしちゃおうかな。かわいい。お絵かきクイズ。何やろ。今はもう朝の配信中。小型化成功やね。そうやね。小型化ね。あのちょうど。ホワイトボードが汚くなったからっていう理由で変えたんよ、うん、あ、違うわ。ホワイトボードが汚くなったんじゃなくてインクが出なくなったから見に行ったん100均に。そしたらいいぐらいのサイズがあったからホワイトボード持ち歩きたして。そうそう、絶対さホワイトボードさ持ち歩く人とかおらんよな。何書こうかな。なんかでもさこの辺この部屋書けるもんないんですよ、ほんまに。エイプリルフール嘘つかへん。何やろ、何やろ、何の絵描きがあると思いますか皆さん。エイプリルフールは難しい。なんかどちらかといえば卵のさイメージの方が強い。4月ってインスタのイメージの方が強いから。何やろ。あ、じゃあちょっと欲しいなってる。キャラクターを描きたいと思います。何しとるん。キャラクターを描きますね。これ分かりますか。でも結構うまく描けた気がする。ダラーン。何やと思いますかこれ。あ、分かった。何だと思いますか。分かった分かった。ヒントはあの多分似てるキャラクターがおんねんけど、ここの帽子を見てください。 W ね。 W の方ね。あ、あ、違う、みんな、違う。マリオって来てる。惜しいですけど、W に、ね、W やから正解はじゃ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 バルイージでした。じゃじゃじゃ。そうマリオは、分かっちゃうか思ったのでバルイージにしました。ちょっとよく見ないとわからない。そうそうそう、帽子のマークだけやかな、カエルの。あとは何やろうな、キャラクターって何がおる。もうおらんくない、キャラクター。キャラクター、うん、サンリオは。サンリオ、あ、いいよ。じゃあちょっと、え、全然わからへん。どんなんか思いつかへん。え、どんなんやっけ。色が、色味がわからへん。誰かくん。あ、りゅうくん。あ、え。じゃじゃーん。あ、まあ、でもサンリオの、わかりますか。え、サンリオのキャラクター、これそんなんやったら2択じゃ。2択こうこうんで今これ分かっちゃいそう、すぐこれは何でしょう、わかる。え、2択でも、もう1個の方が名前分からへん。あー、でもみんな知ってると思う。分かった分かった。何、え、言ってみて。あれ、あれか、あれなの分かってん。言ったいいの。いいよ。ポチャッコか、コギュミ。コギュミやったっけ。正解は、正解というか、アミも二択で迷ってる。答えどっちにしようか。どっちでもいいんや、それ。そ、正解は、ポチャッコか、うん、ポムポムプリンでした。ポムポムプリン。シナモンってきてた。確かにシナモンもOKにしとこじゃ。あ、シナモン。でも、え、なんかさ、もう一匹ふわふわの犬はおらんかった。え、なんやろ、なんかシナモンじゃない、シナモンじゃない。シナモンはウサギ。あ、ウサギ、え、じゃあ犬、犬、子犬、間違えた。僕はシーナモン、ウサギじゃないもん。男の子の子は犬だもん。だからなんかあれさ、あ、昔読んだ本にさ、あのカフェに舞い降りてきた妖精って書いてあった。ポンポンブリ。うん、あのシナモン。え、確かに甘いのって言ってるもん。あ、でもさ、なんかさ、見て、ごめん、ポンポンブリは帽子がいるわ。帽子がいるわ、ごめんなさい、間違った。こんな感じ。じゃあちょっと次、この前サンリオのとこ行って、どうしようかな。何しよう。なんかクロミちゃんの櫛、その鏡のパカって開けて、ここになんかパカって開けて、あ、分かった、思いついた。分かったについてきました。どこにボタンついてるか忘れちゃった。タイヤロです。
これは何でしょう。クマです。クマ。あ、クマ。え、これサンリオじゃないと思う。え、サンリオかな。アミはサンリオのイメージある。これは相棒にヒヨコがおる。あー、リラックマ。正解。でもリラックマはあれやね、リラックマやんの。サンリオちゃうやんの、うん、ちゃうか。うん、サンリオやと思ってた、ずっと。なんかリラックマはリラックマ。たらーん、多分、うん、感じ。多分ね、多分、うん、今日いろいろありがとうございます。リラックマ。これちっちゃいやつやったらこれラックマ。アミタが GSGK で言ってたかって、ミオチとアミ、ミオチさんとアミさんが YouTube で言ってた。すごい。あれ美味しかったけど、お金が足りんかったかな。お金が足りんかった。あれ、あれ一つをみんなで分けたんやろ。そうそうそう。あ、あやみちゃん描くわ。じゃあ、あやみちゃん描くの。あみでも配信でよくあやみちゃん描いてんで。描いてる。あやみもあみのことたまに描いてる。あみは、あみでもあやみちゃん描くのうまいって思ってる、描く。一時期さ、二人が描いたあみあやの絵をアイコンにしてたよ。あ、そうだな、ラインのアイコンにしたんよ。けどさ、ホワイトボードがさ、ちょっとさ、そう、周りの汚れがあれやったからさ、やめた。そうそうそう、ちょっと汚かった。今度きれいなとこに描こうと思う。ホワイトボードっていっぱい使うから消し跡とかがめっちゃ残ってるよ。え、そうだから、アミもこれめっちゃ買い替えてる。だから、うわ、ちょっと待って、ごめんなさい、待ってね、見んといて見んといて。あのツインテールがうまく描けんかった、もう一回描き直しとこう。なんかツインテールをさ、強調しすぎた。ツインテール、ツインテールを、うん、あのさ、ただい、なんか一本にしたくなかったから。あ、あ、かわいいコール、なんか、なんかかわいいコールね。だから、うん、あの、ツインテールに色を塗っちゃった。あ、なるほどね。黒くしちゃった、間違えた。ツインテールは黒くしたらダメです。何言ってんの、アミちゃん。え、絵描いてる。ホノピーの顔描いといて。あ、いいよ、ホノピーこの前描いた。メモ帳に描いたよ。描きやすそう。え、描いたやん、この前ホノピーのやつ。そうだったっけ。うん、そんで見せたよ。そうだよ、書いといて。わかった。あ、ちょっと輪郭が違うな、難しい。やっぱ人を描くって難しいですね。アミタン、あやみに苦戦中。はい、ただーん、ツインテールうまい気がする、めっちゃ、ね、じゃーん。これで配信できるね。なツインテール自体は、うん、あやみちゃんのツインテールに似てると思う。高め、うん、高で、一応言うと、これにもう一本生やしたら、うん、アミです。そのハーフツインになるもんな。そうそう、そうなんです。ダダン、こんな感じ。あ、似てるやつ。あやみにプラス2本したらアミになります。あやみちゃんはここからだけ出してる。その、うん、ここもアミ出しとけば、うん、アミになる。そうそうそう。でもちょっと一応ハーフツインのこだわりポイントとしては1個あるから、に描くわ。それあやみちゃんと一回比べます。あやみちゃんを横に描いて、ツインテールとハーフツインの違い。ハーフツイン、ハーフツイン描くときはね、うん、塗ってる中に色。ああ、すごい。さっきのあやみみたいな感じ、うん、にして首を描いて中を全部塗ってる。てか15分経ってる、これもしかして。はい、ただ、これ一応こだわりこんな感じなんで、まずこっちはあやみちゃんのツインテール、こっちハーフツインなんですけど、ツインテールはここを立たしないで、ここめっちゃ、うんうん、ここね。でハーフツインはちょっと何、 寝てる目っていうか 変やけど、ね、控えめにしたい。そこが結構あみ、うん、絵描く時のこだわりです。違う、だからここは終わりがあるから。え、今何時？15分ぐらいだと思う。12時。あ、そうそう、1時。1時15分。わお。あれが1時ぐらいから始めたから。あ、え、用意してる？してない。してない？でも5分あればいける。5分あれば着替えられるからいける。あ、結局、あ、もうそっか、先に呼んじゃおう。え、変わったどうする？最後。最後変わったらもう。あ、み変わるで、たまに。あ、でもあと1時間から。あ、でも読んで。じゃあ大丈夫。13年、ゆうやさん、ありがとうございます。12、そなさん、ありがとうございます。13
11位かぎくさんありがとうございます。10位ようかんありがとうございます。9位あやなちゃんありがとうございます。8位マスオさんありがとうございます。7位こうへいさんありがとうございます。6位こうみるさんありがとうございます。5位高政さんありがとうございます。4位かずきちさんありがとうございます。3位とりこさんありがとうございます。2位まさのさんありがとうございます。そして1位むーちゃさんでした。ありがとうございます。3位とりこさんって言ったっけ。3位とりこさんありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。公演が待って、夜公演前と、かわいい、ありがとう。あと後で、へいへいはちさん、あ、夜公演前、へいはちさん、さくらありがとう、花びらありがとうございます。あ、ほのちゃんはやって忘れてた。ほのちゃん書くわ。じゃあ、はい、ありがとう。はい、じゃあ、雨もコスモライトさんの絵が来ます。ま、ね、何書きますか。また後でよろしくお願いします。よろです。むずいな、ほのちゃん。コスモライトさん何書くかコメントお願いします。ほのちゃん書く。あ、でもほのちゃん書くの結構時間かかる。もんちゃんは前髪が大事。ちょっとごめんなさい、適当で。あ、ちょっとミスったな。じゃーん、ほのぴ、ちょっと前髪しか色塗れなかった、ごめんなさい。アバターで OK。 じゃあやみちゃんはセイガーに気が付きます。はい、気が付いた頃はよ。はい、クソモライトさん書きます。クマさん、雪に静かになっちゃった。書けました。かわいい、めっちゃかわいい。ちゃっちゃらーん、てったらーん、だだだだーん。どうですか。わー、じゃあ、クマで撮ります。はい、クマゴロかしゃ、ありがとうございます。じゃじゃーん、ありがとう。じゃあ、あみも男女読みます。みんなの部屋のお部屋のレンジを一緒に撮りますね。から読みたいと思います。10、あ、おはようございます。13位まきまきちゃんありがとうございます。12位もんてさんありがとうございます。11位日高浩二さんありがとうございます。10位ゆりやちゃんありがとうございます。9位だるださんありがとうございます。8位はるちゃんありがとうございます。はるさんありがとうございます。7位ともたんさんありがとうございます。6位まふみさんありがとうございます。5位てやんでいベイビーさんありがとうございます。4位まゆさんありがとうございます。3位うーかめいの箱押しさんありがとうございます。2位てっちゃんありがとうございます。そして1位はドド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 ドン、コスモライトさんでした。ありがとうございました。皆さん長いことまたありがとうございました。じゃあ夜また会いましょうね。ということで、あと、またありがとうございました。また後で会いましょうね。せーの、コスモライトさん、ありがとう。じゃあまた後でね。皆さんありがとうございました。ほんまに50万ポイント達成もありがとうございました。ありがとう。じゃあまた後でね。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。